スペースおにぎりゲームズ、あのスペースおにぎりゲームズがね、はい、シャドウコリドをねやっていきましょう。いや、ちょっと自分でもなんでこんなことになってるのかわからないです。まあでもちょっと前にこれ流行ってたじゃないですか。あの、もともとカゲロウっていうフリーゲームだったみたいなんですけど、それの製品版っていうことでね。やっぱね、個人的にもこういう 3D ホラーちょっと慣れたいなっていうのがあって、ちょっと有名なので手を出してみました。はい、なんかもう始まる前から結構息切れしてるんですけどとりあえずやっていきましょう。とりあえずメインゲームでいいのかな。これは路地外縁ん、これは路地でいいのかな。とりあえずじゃあ路地から。シャドウコリドー本来の手応えのある難易度です。初心者では開かなかった石扉が開かれています。あ、いや、もう全然初心者で、もうあの技術だけじゃなくメンタル的にもね、初心者なんで、初心者でいきましょう。わあ、音でかいや、路地じゃねえわ、音がでけえ。もっと優しい音奏でて。ある夏の夕暮れ時、私はある路地の入り口でふと足を止めた。夕立の後の蒸し暑い湿気の中、奥から冷たい風が吹き抜けてくる。ふと幼い頃の夏の日を思い出し、心の奥にしまっていた冒険心をくすぐられた私は、寂れた路地へと足を踏み入れた。なんでそんなことする？あ、始まった。え？ああ、ここが路地。いや、もう帰ろうぜ。大通りに戻る人。なんでそんな判断を。いや、新エヴァ見に行こうぜ、このまま。暇なんだったら。気になるだろう。行くか、じゃあ。いや、まあでもなんかまだ全然、あれだね。全然外だから、まだ明るいからね。まだ日が、ああ、はあ、パシャってー、パチャパチャ言わすなー。アホーが。ちょ、パチャやめて。パチャやめろ。ああ、古い車なんか、アンティークですねー。あ、まあでも、あるよね。そういう路地とかね、ちょっと入ってみちゃおっかなって思う。みたいなね。そういうところはあるわなぁ。うわぁ。はーい。やらせていただきますけどもね。ゴミ箱でかぁ。こんなんいる？ああ、ああ、急に走るんだ。びっくりした。あ、シフトで走るんだ。なるほど。こっちは何？CT、 ああ、かがむね。え、待って、こっち側、じゃあこっち側行かなくていいの？え、ちょっとなんかピカピカしてんですけど。え、ちょっと待って、なんかピカってるよ。ちょっと待って、うわあかあかあ、やめろ、泣くんじゃねえ会長が。ちょっと、え、こっちなんか、うわ、めっちゃなんか雰囲気出してますやん。ちょっと待って、バーンやめてよ。バーン、わーやめて。やめてってな。いや、何これ、直せよ、マジよ。いや、暗っ。いや、こんな暗い路地あるか？なんもないの、これ。なんもないか。なんか、門がある、門が。門が。電気飛行タイプ。ああ、バカ、立つな、伏せろ。やめろ、急に立つな、お前。あ、そう、着いた。え、これ何、これ何、これ開くの、開くの、開くの、あ、開く、これ開く、開くやつ、開かねえやつかよー。なんもないの、こっち電気ピカピカしてるだけ、これ。いや、俺の勇気返して、ここまで来た分の。で、このピカピカマジ直せやー。電気のおっさんよ、フェア、マジで。じゃあこっちか。かがむ、かがんで。いや、こんなとこ行くか。どんだけ冒険心に満ちてんだよ、お前。絶対行かねえわ、ここは。たとえ好奇心に駆られたとしても。ああ、もう戻れないよ。ああ、
いやでもまあ明るいからな。明るいのがまだ救いだわ。ここ通んの？ここ通んの？こっちは。めっちゃ行く。あ？かがんでいる間足音立てない。あ、なるほど。あ、これ何？え、なんかベルがある。え、盆栽の下にベル。どんなインテリアだこれ。うわー！ちょっと待て！え、そういうゲーム？そういうゲームなのこれ？何、見つからない？いや、おかしくね？ちょっと待てよ。なんかおっさん出てきたんだけど。あ、そういうこと？足音立てたらおっさん出てくるってことこれ？ちょ、ま、思ってたんと違うんだけど。え、これ、ああ、もうお前、なんなんだよ。いや、もっと霊的な驚かし方してくんじゃねえのかよ、これ。ちょ、あいつ腹立つわー。ちょ、待って、コットンはこっちが驚かしてやるわ。目の前に立っといてやろう。目の前に立って、逆にあいつをビビらせる。よし。行くぞ。なんじゃー、文句あんのかまあ、まっとうな怒りだけどな、あのおっさんにしてみたら。なんなんだ、あいつ。なるほどね。でもな、こんなとこ通んなよな、そもそも。ああ、でもまだ、ああいう人がいるってことね、この辺には。ああ、まあ、それは安心だわ。あいつついてきてほしいな。あいつ誘おうぜ、ちょっと。コラおじさん。コラおじさん、パーティーメンバーなんねえかな。どこ行くの？次。若干癒されたな、あのおじさんの。あ、開閉できる。うわぁ。え、ここ通る？いや、お前何者だよ、マジで。ただの不審者じゃねえか。こっちは？いや、ちょ、はぁはぁ言うな、お前、怖いから。走っても息切れすんな、バカ。あ、何？探して、うわぁ、ミッシング。何これ。青柳ゆな、16歳。買い物に出かけたまま消息不明。どんな些細な情報。うわぁ。いや、これ、俺の未来を示唆してないなんか。絶対そうだよ。絶対そうにょろよ。なんかあんのこっち。なんかある？あ、なんかある。あ、調べる。これ何？うわ、いや、文字を。まあ、要するに、最近なのかな？この辺で土砂崩れがあって、その中から、大量の男性の人骨が発見されて、それが112年前の、これ、昼名村って読むのかな？の謎の集団失踪事件の人骨だったということね。ただ、その人骨が不自然にねじ曲がっていたり、驚くほど綺麗な断面で切断されたりされてたと。で、その当時の神隠しの目撃者は化け物が連れ去ったというような証言を残しているということですね。はい、嘘。嘘、こんなの。こんなんあるわけねえだろう。ねえ、てか、タバコ吸い殻、火つきっぱなしやん、これ危ねえな。処理しろよ。行くかー、こっち。わ、暗っ。ちょ、待って、これ。あ？通り抜けるには暗すぎる。右、クリ。あー、なるほど。ライター持ってたんだ。あれ、ちょっと待って、なんかしゃがめなくなってる。え、ちょっと待って待って、なんかしゃがめね。いや、おい、しゃがめよ、しゃがみ大事だろ。え、なんかしゃがめなくなってんだけど。何これ。あれ、走れるけどしゃがめない。え、ここはしゃがめないエリアとかなのかな、もしかして。いや、これちょっと待って。いや、これ窓からバーン、なあ、こらーじゃないのこれ。ちょっと待って待って待って、無理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 です。無理です。ちょ、こんなとこ通るかい。お前も帰れよ、マジよ。どんな暇の持て余し方だよ、マジ。そんなんだから会社で怒られるんだよ、お前は。仕事しろってよ。ちょ、マジ帰んない、マジ帰んない、マジ帰んない。ちょ待って待って待って、いったん帰りたい、いっためっちゃ帰りたい、いっためっちゃ帰りたい。
いや、とく、長、ここ。いや、このアプローチ、長え、マジ。ちょっと待って、マジしゃがみたい、マジしゃがみたい。なんでしゃがめないの、ここ。なんでしゃがめないの、それ。なんか意図がある？しゃがめないことの意図がある？やりそう。しゃがめないことの意図ありそう。なんか、うわー！何？ボール、バカモン！ボールで遊ぶな、こんなところで。何？なんで？どっから？え、ぶつけられた今。え、どうなった？ごめん。なんか、インパクトの瞬間見てなかった。ちょっと、一旦帰りたい。マジ一旦帰りたい。一旦前帰りたい。あー、ちょっと待って、閉まっとるやんけ。誰さ、ここ閉めたん。おい、コラおじか？コラおじの仕業か？おい、あいつマジふざけんなよ。ちょ、マジ帰れねえ。マジか、もう。いや、何か、人為的なやつかな？でも、ボールってことは。クソガキか、近所の。もうマジクソガキ、あったらもう毛根までむしり取ってやるからな。クソガキがよ。待って待って、何これ、なんで。クラ、いや、クラ、ずっとクラ。どう、なんだよこの部門。何この場所、調べられないのか。いや、ちょ、コラおじに怒られてー、コラおじに怒られて癒されたいよ。コラおじ出てこないかなー、マジで。てか、今こそコラーっつって出てくるとこだろう。ボールあんなバーンぶつけてさ、誰かコラーっつって出てこいよ、コラおじはよー。今コラ言わなくていつコラ言うんだよ。あ、これ何？カラスに注意、近くの林にカラスの群れが住み着いています。頭を蹴られた。カラスってそんなことしてくんの？頭蹴ったりしてくんの？いや、怖っ、それ。いや、くらー。いや、これマジ、いつまであんのこの路地。路地長。ああ、なに、あ、猫、猫ちゃん。どうした、なに、なんだよー。で、このポスター何、何さっき見たやつか。ゆ、ピチャやめろ。忘れた頃のピチャやめろ。これ同じやつ？ま、さっきの。同じやつだ。めちゃくちゃ探してんじゃん。いや、ユーナそういうとこあるよ。ユーナは良くても親御さんがね、心配するから。え？お地蔵がある。お地蔵が。え？ああ、なに？え？ん？なんかこっちに視点が。あ、これ？あ、取れる。これ何？爆竹？え、何これ？使うの？あ、ある。火をつけることで一定範囲に大きな音と光を発する。知能の低い対象を追い払う効果と知能の高い対象の注意を引く効果がある。弾けている間は自身の足音をかき消する。ある時は魔を払うため、ある時は神を迎えるため、人は古くから爆竹を用いてきた。なるほど、魔を払うアイテムか。魔をね、覚えとこう。じゃあ、コラおじが出てきたら投げつけよう、次は。はあ、はあ、うっ、なんもないか。あ、いや、カーカー、やめろ。カラスがおるで。これは？カラスがいる。あ、これ爆竹使うんじゃね？あ、なんか加えてるよ、く見たら。合わせて、右クリ。なるほど。これで？ん？ああ、弾けた。ああ、飛んでった。はい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 。足元のアイテムを拾うにはかがめ。いや、ちょっと、いや、かがめないのよ、俺さっきから。あれ、これもしかしてバグってる？いや、さっきからずっとこいつかがめないんだけど、かがんでほしいのね、俺は。え、ちょっと待って、かがめないんだって、マジで。さっきから。え、ちょっと待って、一回やり直した方がいいの、これ。よし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 。で、で、あ、かがめる。よし。なんだ、今のバグ。あ、で、開閉は、あ、なるほど。鍵を使って、あ、そういうことね。いや、うるせえな、爆竹。これ、いつまでなってんの、ちょっと。熱い、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 ちょっと。熱い。
あ、でもなんか、あ、路地を抜けたぞ、やった。いやでも相変わらず暗いな、おい。ライター、あー、あ、これいいわ、これ。あ、なんか上向いたらすげえいい。上向いたらなんかもう本当にのほほんと散歩してる感じだわ、これ。路地裏を、あ、この視点いいわ。これで行こう。上を向いて歩こうってね、有名な歌もありますし。あ、思ったより進めてる。いいぞ。これで行こう、これで行こう。精神力のね、消耗をいかに抑えるかって、それが大事だから。それが一番大事だから。あれ、猫がいる。さっきの猫か。あれ、こっちでいいの？他に行く道もあったけどな。あ、いいね。高台に家がある。いいね。ああいうとこ住みたいね。見晴らしのいいとこにね。はっ！ちょ、動くたびにシャンシャン！なるな、お前は。なん、どうしたん？いや、ちょっとあの家いいわ。いい家を見て精神力を。地蔵がめっちゃある。え？いや、嘘だろ！マジで？いや、帰ろうぜ！マジここ行くの？嘘？ちょ待って、お前、それは冒険心とかじゃない、ただのバカです。え、昼なとん、あ、これあれじゃん、土砂崩れね、その神隠しあったっていうあそこじゃん。いや、伏線回収してんじゃん、怖い感じの。いや、絶対、もう、わかった。こう、後ろ向きに行こう、後ろ向きに行こう。ちょっと、あの、いい家の感じを見かけて、お邪魔しまーす。マジかよ、なんか落ちてる。なんか書いてる、ないこれ。お茶？あ、ちょっと、立つな。かげろうの美味しいお茶、うるせえわ。茶をリリースするな。いや、これ、ま、こいつ、こんなんでよく今まで生き残ってこれたな、お前。なんか書いてある？いや、ちょっと待って、もう。昼なトンネル。ま、さっき見た？これ。もう見た？知ってる？知ってますよ？いや、これだから、なんかそういう。いや、クラと、ほんと？いや、ま、ちょっと待って。いや、ちょ、先が、出口が見えねえ。もう帰ろうぜ、マジ。なんなの、こいつ。こいつの、ちょっと待っ、これを見る。レンガを見る、レンガを見る。ああ、いや、これ、いいレンガの塗り方だ、これ。わかった、この、中央の、この、照準で、ちょっと、ああ、落ちた。くぅ。ジャンプ、よし。で、ここは、壁蹴りで。よーし、オッケー。いいぞ。ここはどうしよっかな。ジャンプ、よし、オッケー。上行こうかな。よし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 。壁蹴りで結構上まで来たな。出口はどこだ。ここ降りるか。よし、壁蹴りで降りて、ここもジャンプ。よし。いや、全然出口ね。ちょっと待って、結構進んだよ俺今。ちょっと 2D アクションでめっちゃ進んだのに全然、ちょ待って、マジこれ。スクラビングバブル、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 バブル、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 早く出口、早く早く、ちょ、ない出口が見えないよこらおじ、早く、こらおじ早く来て、俺押し勝って、こらおじ早く早く、いつものように、あの日のように俺を叱ってくれよ、こらって。何こんなところまで入ってきてるんだ、こらっつって。早く早く俺を叱ってくれ、こらおじ、こらおじ、こらおじだけは希望なんだ。ああ、え、何、え、いや、状況が変わってねえ。何何何何、え、なんかレンガの色変わったけど。何？何？え、何？あれ、なんか行き止まり？行き止まりっぽいのが見えるぞ。あれ？
いや、ちょ待ってよお前、千と千尋パターンじゃねえかこれ。トンネルを抜けたらやべえ場所でしたじゃん。え、じゃこれ来た道戻んの？え、戻んの来た道。いや、もうなんか曲が不穏な感じ出してんの。だが俺はメタ的観点から考えて、一度今みたいな車輪わーキャーがあった後はしばらく同じような演出は来ないと踏んでるから。いや、ちょ待って、出口がないんだわ。なんで？いや、出口あるでしょ普通。今の感じ出すん。バナナ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 、ちょっと早く早く早く、このままで俺が人でなくなってしまう。スクラビングバブル、スクラビングバブル、スクラビングバブル、早く早く、俺が人でいる間に、俺が人で、早く。あ、出口だ出口だ、やった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 ぞ。うー、なんか鳥なんじゃー。あー、でもよかった、外だ、やったー、生還したー。ここどこどこだよー。ほらもうお前マジで、だから俺帰ろうっつったじゃん。なんか猫の声聞こえる。何、え、どこ、さっきの猫か、シャランランの猫か。あ、いる。え、なんかのた落ち回ってる。え、どうしたんどうしたん、おい、うわ、何してんのずっと。いや、俺猫飼ったことないからわかんないんだけど、こういうことなんですか猫って。どうしたー、あー、あなんだよもう、何これ。いや、怖いやつじゃ。うわぁ、死んでる。え、なんで、なんで、あ、人がいる、手をつないでる、阿佐ヶ谷姉妹かな。うわぁ、いや、ドゥーンじゃねえわ。村上庄司か。え、なにこれ、これ進むの？でも完全なんかやばいとこ来てんじゃん。お前どうすんだお前。だから新エヴァ見に行った方が絶対良かったって。何これ、濡れるしさ、濡れるしさ、新エヴァ見に行ってたら濡れなかったよ、濡れることもなかったよ。今頃マック寄って食って帰ってるよ。新エヴァ見てたらよ、おとなしくよ。あ、うわ、なんかある。神社。神社だ。いや、めちゃくちゃ綺麗な神社がある。なにこれ。え？ここ行く。ああ、おいでやすー。出たよもう。いや、もうずっと外がいい、ずっと外でいいのに、ずっと真夜中でいいのに。いや、もう絶対やべえじゃん。はあ、もういいよ、もうここで暮らそう。ここで彼岸花食って暮らそうぜ。こんだけあればまあ一ヶ月ぐらい持つんじゃないか？わかんねえけど。やだよ、もう絶対やだよ。いや、もう絶対やだよ、こんな和じゃねえか。和のテイスト出してんじゃねえよ。和のテイストはやめろって、マジで。ガチャースクラビングバブルー、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、ちょ待って、マジで。いや、もうここまで来んの1時間かかってんだよ、俺もう無理なんだよ精神力がよ。マジやめて、ちょっと
しまんだろ、しまんだろ、どうせしまんだろ。知ってんだよ、こういうのしまんだよ。俺が言ってたらよ、こうやってよ、こうやって言ったらしまんだろ。閉めたいんだろ、もう閉めたいんだろ、今閉めたいんだろ、閉めろよ、閉めろよ、俺は逃げも隠れもしねえからよ、閉めてみろ。あんまり地面にしまったな。これって開くの、これ開くの、開かねえよな。いやでもこの日暮らしのね、このカナカナっていう声がまだ癒し、これ聞こえてるから、これなんかまだ、あ、俺自然とまだ一体化してるっていう、なんか、こう、開閉？開閉するじゃん。こんにちはなんかもう床板突き破って、ヒガンバナ生えとるわ、どこ、誰だ？あー、でも空が見える。ありがてえ、空見えんの、ありがてえ、いいよ。こういう構造の建築いいよ。やっぱね、空が見えるっていいですよね、開放感あってね。ちょっと、ヒグラシちゃん、ちょっと、日暮らしが聞こえなくなった。こんにちは。なんかある。え？え？こんにちは。え、せ、この部屋だけ？これ何？白い大きなお皿。山崎春のパン祭りかな？調べられる。うわ！あ！はあ！もうやだー！絶対だよー！いやもう絶対帰れないじゃん、これもうワープ2回目だもん今ので。だってトンネルで1回したのさ、山崎春のパン祭りで1回したの、もう2回やってんだよ、もう2回ワープしねえと帰れねえよ。だからこんにちは。いやーね、風情があっていいお宅ですねこれね。これヒノキかな、ヒノキかな、この木はな。ちょっと待って、これ、え、待って、でもなんか池バーないでしょこれ、さすがに。なんかそういう雰囲気じゃないでしょ、さすがに。ねえ、まず顔見せがあるでしょ、きっと。最初のインパクト大事だから。いや、暗っ、先見えな、廊下長いいですね、廊下長いってね。はぁ、落ち込んできた。ちょっと待って、もうマジでやめたい、マジでやめたいけど、動画としてはファーストコンタクトまでやらないといけないという。いやもう俺マジ偉いよ、プライベートだったら絶対やめてるよもうこんな。いや暗えのよ、そんでよ、暗い時間が長いのよ、何これ。ああ、もうちょっと待って、暗闇と見つめ合う勇気が俺にはね、闇と向き合う心を持ってね俺は。いや待って、先が見えねえんだマジで、先見えろよ、先見えろよ、長え、この廊下。どんな建築だよ、マジでよ。もくもくもく。うわあ、まあ、進んでね。もう気持ち的には俺1キロ歩いたよ、マジで。1キロ歩いたぐらいの気持ちでいるんですけど。そういう。あ、やった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 。橋が見えた、橋が見えたぞ。で、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 なんだよー、なんなんだよもう。明かりを灯す、あー灯す、あー明るくなった、やった、うん、いやタンス、意味深なタンス、なにこれ。なんかなんか表示バグってねえかこれ、なんかピカピカ点滅してんだけどタンスがよー。LED 付きですか？開閉、ちょっと待って、距離取りたい、距離取って開けたい。ええ、穴も開いてない。あ、これ一段ずつ開けんの？ええ、あ、鍵がある。ええ、ここは？なんもない。いやちょっと待って、この鍵取ったら絶対なんか来んじゃねえよこれ。え、大丈夫か？あ、大丈夫っぽい。で？あ、これ扉ね、そういうことね。頼もう！打ち入りじゃ。いや、なんだよ、もう。
いやもう来るなら来いよ。出るなら出る、出ないなら出ない。どっちつかずの態度一番嫌い。なんこれ。いや何これ。いやもう、あ、能面、能面がある。いや能面は知ってるぞ。パッケージも能面だったもん。このゲームのパッケージっていうかイメージビジュアルが能面がマスコットキャラだったもん。どんなマスコットキャラだよ。え、これどこ行くの。こっちか。鍵だー。俺は鍵嫌いだー。え、は、え、おい、仕方ね。落としたもんは仕方ね。え、これも落ちんじゃないの。じゃあ、こっちは通るのかよ。なんだよ。え、これ仮なんかいるとかじゃねえの。いねえのかよ。ちょ、マジなんか出てこいよ、早くよ。出るなら出る、出ないな、さっきも言ったこれ。はよ。ためが長すぎるわ。前奏が長えよ。ラブファントムかよ。早く出てくれ。出るならなんか早く出てくれよ。明るい。ああ、なに？チェックポイント？何チェックポイントって？何のチェックポイント？ちょっと待てよ。なんかあるってことじゃん。なんだよ、チェックポイント。唐突なチェックポイントやめろ。はあ。いや、明るいのよ。すげえ明るいのよ。なんかここの。あ、なに？え？あ！え、なんか、シャン言うてるよ。なに、ちょ、待って、角からバンやめろ。角からバンやめろ。え、なに？シフト機で走る？え、なんで？どこに？向かって？え、なに？どこで？どこの、どこぞに？は？な、なんか、赤、あー！うおー！なんかいる！な、ちょ、待って、あ、やばいよ、ほら、あー！走る、待って、爆竹、魔を払え！なんかいた。え、これ、バケ、ちょ、めっちゃ来る。よか、え、来てんのこれ。来てる。いや、暗すぎる。待って、いや、まだおるやんけ。ちょ、待って、どこ行ったんのこれ。どこに行ったらいい。え、爆竹効いてる。爆竹魔を払ってるこれ。待って、くれ。あ、暗い。待って、はい、ちょ待って、なんだ、何、わあ、なんだ、いや、これ何、この人何、爆竹、わあ。いや、爆竹全然効かねえじゃん。魔を払わねえじゃないの。もう帰ります。